こんにちは。お話し会ありがとうございます。こんな顔面近い配信ですが、ライブ感すごい。こんにちは。皆さん星投げよろしくお願いします。こんにちは。さっきお話し会来てくれてた方もこんにちは。お話し会ありがとうございました。ありがとうございました。早いショールームに来てくれるのが。サイン会ありがとう、ついさっきありがとうございます。こんにちは。あ、ありがとう、ギフト、こじこじさん。ありがとうございます。ハートです。こんにちは、ありがとう。ミキヤさん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ギフト。みんな一緒にいる？お、じゃあみんなで星投げてください。お願いします。ご飯行くんでしょ？こんにちは。どんちゃん、ありがとうございます。すごい、みんなに見られる。ありがとうございます。あ、サラピの私物じゃん。猫ひでさん、レインボー、ありがとうございます。どんちゃん、ありがとうございます。やっほー、手が疲れた。こんばんは。ご飯、星投げお願いします。半までです。30分。古谷さん、ハートありがとうございます。会えて嬉しかったね。初めて会ったんだっけね、直接。ベースさん、ありがとうございました。こんばんはって言った。私、こんにちは。いつもの癖です。水色の服、清楚感あっていいねって。そう、今日はね、カープの衣装なんです、コラボの。私はね、この中にこういうのを着て合わせました。どうですか？昨日見せたやつです。爪もちゃんと揃えたんです。センスいい、やった。これね、水色と白のひらひら。カープが STU。 ナビさんのヘアアイロン借りたの？借りてないですよ。なんで？自分の持ってったよ。直接会うの初めてですね。ありがとうございました。やっと会えて嬉しい。髪型、そう、変えた。変えました。三つ編みしてたんですけどね、ほどけてきてたので、なんかゆる巻きみたいな、ウェーブしました。今日会えなかった方もいると思うんですけど、そう、ネイルはね、OK、こういうやつは。でもこれネイルじゃないんだ、シールなんだ。だからどっちにしろ OK、 ネイルはしてないです。みんなで固まって星投げてます。ありがとうございます。そう、シールだから、貼って剥がせるやつだから、終わったらすぐ剥がせるやつだから全然 OK なやつ。ミキヤさん、ハートありがとうございます。イヤリング珍しい。でも最近めっちゃイヤリングしてるんだよ。昨日もしてたし。こんにちは。ネイル可愛かった。もうおしゃん女子です。今日はヨッシーさん、たい焼きありがとうございます。ガチョーン。おめでとう、ありがとうございます。お誕生日、今日でお誕生日拝見も多分最後です。そう、会場から騒がしいですけど、
指先までこだわるの好きでしょ。イヤリングもしてますし、鼻声じゃないですよ。響いてんのかな。ミキヤさんハートありがとうございます。鍵開け早く並んだのかな。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ハートありがとうございます。こんにちは。星なぎとカウントありがとうございます。こんにちは、キコさんこんにちは。こんにちは、りっくんさんこんにちは。固定してない、そう三脚いるって知らなかった。いつもあるから今日はなかった。そう、腕の筋肉鍛えます。今日も可愛い、ありがとうございます。こんにちは、星投げとカウントお願いします。次枠が結構時間空くので、そう次枠が結構時間空くので、遊びに来たよって。こんにちは、きこりさん、けいさんこんにちは。グッズ一つ売り切れてて買えなかった。え、何が売り切れてたの。キーホルダー、缶バッジ、あ、そう缶バッジつけてるんですよ、見てこれ新グッズ、私です。ともさんこんにちは。あ、イニシャルキーホルダー売り切れてたの。へえ、こんにちは、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。手作りじゃないですか、グッズ、グッズ、グッズだよ。え、今日のグッズじゃないっけな、これ。こんにちは、かわいい、ありがとうございます。斉藤さん、今日サインしてもらった写真ケースに入れていい感じに、ね、いい感じだった。落語あの写真、しかも私も一番お気に入り、あれ落語で、そう今日は全員カープの T シャツです。スカート、ことぶきさんレインボースターありがとうございます。ウルトラセブンさんこんにちは。シュウジさんこんにちは。アンダーフォレストさん、たい焼きありがとうございます。サインね、ありがとうございました。でも T シャツね、綺麗に描けなかったけど、そうお嬢様スカートです。今日はてるおさんこんにちは。青木地さんたい焼きありがとうございます。カピバラ誰、滝野さんです。滝野さん謎のポーズ。リンゴさんってさ、
そう、今日お嬢様風です。私もつけたい。お嬢様がカープの試合を見に行く風です。休日いい席で観戦。ことぶきさん、たい焼きありがとうございます。たい焼き、うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。ちいかん実際あったの？え、すごくない？いいなぁ。夏休み太りしたくないんで、短期間で効果が出るストレッチ。ストレッチか、なんだろう。でもめっちゃ歩いたらいいです。なんか普段電車使ってるとこ歩いたりしたら痩せる。歩く歩く。こんにちは、たけるくん、クラッカーありがとうございます。たい焼きもありがとうございます。りかちゃん何サイズ？私は M とか L です。どっちでも着れる。 S も着れますよ。あんま変わんないもんね。 S も M も L も全部着れます。 S がジャストぐらいで、 M がちょっと大きいぐらいで、 L がちょっとゆとり持って着れるみたいな感じです。青生地さん、かわいいギフトありがとうございます。広島の一駅と JR の一駅同じに考えないでくださいって。広島のね、そう、路面電車を3つくらい乗らずに歩く。 YouTube めっちゃ見るよ。毎日見てる。大体さん、こんにちは。そう、持ってるのピンクだけ。え、何があったの逆に？ GU あるもんなの？パジャマとかある逆に？めっちゃ一瞬で切れたチーカーのパジャマ。ヤスルパンさん、レインボースターありがとうございます。イヤリングいいアクセント。ことぶきさん、たい焼きありがとうございます。たい焼き世界で最も美しい顔の100人に。そんな世界で。リッチャーさん、ハートありがとうございます。そう、パジャマがめっちゃ人気なんですよ。パジャマとなんかヘアバンドとズボンのセットなんですけど、あれが一番可愛いんですけどね、一瞬で売り切れたんですよ。 T シャツも可愛いけど、こんなに可愛いんだから絶対に入ります。優しい、ありがとうございます。ルーフメイさん、こんにちは。ことぶきさん、レインボースターありがとうございます。また見てみる。お、日本代表スペイベありがとう、ありがとうございました。サイン。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。一番じゃあ一番です。世界で一番。まあ自分が一番って勘違いしておけば一番です。報告しますねって、ありがとうございます。デジタルフラワー。ルーランさん、バラありがとうございます。今村さんが選ばれたの、すごい、すごいじゃん。100、世界で100人ってやばくない？何十何億人ってこと。坂本さん、ムーンさん、こんにちは。古谷さん、だるまありがとうございます。今15分ですね。今日めっちゃ白く見える？あ、壁が黒いけんかな。80億人ぐらいだね。そうだよね、45億。
そうです。901日、901日、星投げ完了ありがとうございます。星投げ完了ありがとうございます。新幹線そう寝れなかったですよ。けどメイクしたり、あのタワーのお礼を書きました。うっちさんありがとう、ギフトありがとうございます。ファイトもありがとうございます。フル完了ありがとうございます。花束ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、初見さん。そう帰り、そう全然ね疲れてないから寝れないんだよね多分。そうよっぽど疲れてたら寝れるはずだから、寝れないっていうのは疲れてないということです。元気、まあ散々ね寝だめしたんでね、12時間とか1週間前とかに。猫ひでさんタコありがとうございます。えっちゃんこんにちは。そう今まで貯蓄してきた分もちょっと崩していってます。貯金みたいな、貯水民、貯民です。貯民を崩してます。日帰りですか。そうですよ、夜のね配信は20時45分からやりますので来てください。ぜひスーさんこんにちは、初見こんにちは、 STU48 です。シュウジさんたい焼きありがとうございます。ありがとうございます。ポンさんこんにちは。あるある、1週間の効果、先週めっちゃ寝たから全然疲れてないです。あ、モピナさんたい焼きくれた、嬉しい。私に投げてくれたんだ、嬉しい。無料のやつ。アキさんこんにちは。キコさん花束ありがとうございます。ちょみんちょみん、寝れるときに寝といたらね。ヒロトたい焼き知ってるよ。でもさ、一人にしか投げれないじゃん。私に投げてくれたんじゃん、嬉しい。2周と50ありがとうございました。そう来週もお話し会、そうそうそう、25日、しゅんさんたい焼きギフトありがとうございます。そうチャレンジのところからね拾ってこれるんで、たい焼き無料で、ぜひぜひ無料なんで、まだもらってない方がいらっしゃいましたら今日からねまたもらえるので。まさよしさんありがとうございます。マーロンさんこんにちは、こんにちは。あ、生誕ティー来てくださった方結構いた、8人ぐらい10人ぐらい。こんにちは。24フレットさんたい焼きありがとうございます。たい焼き、あ、岡田さんありがとうございます。ひろゆきさんもありがとうございます。イエイ、私45からするよ。しゅうじさんたい焼きありがとうございます。服部さんありがとう、ギフトありがとうございます。そう現地でしか買えないからね。そうしかも広島でしか買えなかったのに今関東にね、だから関東めっちゃ遠征してくれてる。うどむさんバラありがとうございます。広島でしか買えなかったやつだから
今関東にいるってことは広島の方もめっちゃ遠征してるし、関東の方もめっちゃ遠征してる。ゆうちゃんこんにちは、こんにちは、初訪問、うん、ありがとう。そうりねちゃんがサージカルさん和菓子ありがとうございます。ゴーエーさんたい焼きありがとうございます。あと10分です、投げ切ってください。欲しい、お願いします。次20時45分なのでもう間結構空くんですけど、全力で帰ってね、45分なんですよね。そう今めっちゃみんな配信してるよ、ほぼ全員いる。フル完了ありがとうございます。こんにちは、ガンガン娘 M44 さんこんにちは。そう隣はギレンさん、こんにちは、はじめまして、胸ゆきりかっています。イベント中ですのでもし星があったら星投げとかぜひよろしくお願いします。星こっちか、服部さんハートありがとうございます。そうみんな配信、研究生とかも配信してる。お疲れ様です、ありがとうございます。ギオ兄さんこんにちは、星集めてきた、ありがとうございます。しゅうじさんたい焼きありがとうございます。配信見れんね、確かにね、そうなんだよね、星集めに行ったら見れないけど。あきひろさんたい焼きありがとうございます。釣りパッキーいた、ありがとうございます。れっちゃんもたい焼きありがとうございます。え、熱くないよ、これめっちゃ薄いよ、手で引きちぎれるぐらい薄いです。ほら見て、スケスケ、ほら熱くないよ全然、しかも会場寒いじゃん、だからちょうどいい、寒かっためっちゃ、差が縮まってよかった。3位の2位のね、4位の方も迫ってきてるから逃げなきゃ。てるひろさんたい焼きありがとうございます。暑かったマジ、私寒いんだけど、寒くて寒くて、朝からもう寒くて、新幹線寒くて寝れなかったもん。え、暑かった寒いよ、遊びに来たありがとうございます。こんにちは、ぜひ星投げとかよろしくお願いします、イベント中ですので。マジ暑かった、あ、でも人口密度か、ここねスカスカだからメンバーしかいないからめっちゃ涼しい、多分人口密度。今たくさんこんにちは、しげおさんこんにちは、なぎさんこんにちは。2分前になったら誰か教えてほしいな、2分前男女読む、そう冷え性、冷え性なのもある。青木地さんハートありがとうございます。
こんにちは。次はフル、そう次はね20時45なんで結構開くので、捨て干しとか時間も書いてます、このプロフィールに。ありがとう青木さん、ハートありがとうございます。今日ハートなんです、見て、人差し指です。これは足投げ間に合った、ありがとうございます。私物サイン会変わったものなかったね、みんなでも普通の王道な感じ。26分2分前に壇上読みます。でホゲナさん、ハートありがとうございます。こんにちは、ヨッシーさん、こんにちは、はじめまして、 STU48 の宗ゆきりかです。そう20時にしてほしい、お願いします。人差し指です、中指じゃないよっていうハート。とぶきさん、ハートありがとうございます。変わったもの私物で、なかったかも、なんかあったっけな。でもみんなでも普通にあれです、カバンとか好きし。花雪さん、たい焼きありがとうございます。どう映ってる、でも27分、画面縦になった、バグった、バグるよね、やばい、携帯持ったから指が変形した、見て、え、どういうこと、ずっとこうやって持ってったら見て曲がった指が、めっちゃ自分それあるあるないけど、指が変形した、見て、え、ってかもう自分さ形づいとる、穴開いた、穴開いてないけど穴開いた、ありがとう。スマホ指って言うんだって、スマホ指って言うの、小指で持ってたら小指変になった、修二さん、クラッカーありがとうございます。ガラケーの生活に戻してるって、でででででで、学校の会場の光の中、28になりました、ありがとうございます。それではじゃあ壇上を次に読みますね。13位、ゴーエスさん、12位、シュンさん、11位、ネコヒデさん、10位、ムーランさん、9位、ヤスルパンさん、8位、こじこじさん、7位、青木地さん、6位、うどむさん、5位、しゅうじさん、4位、たけるくん、3位、みきやさん、2位、どんちゃん、1位、ことぶきさん、ありがとうございました。聞こえるように大声で読みました、ありがとうございました。次20時45からです。ちょっと早めます。だいぶ消えば。今何分？今2分。あと2分。あと2分です。イベントありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。そう、次広島からです。カウントダウンしてほしいな。カウントダウンしてほしいな。あ、で、これね。たい焼き台無し？出し惜しみ？出し惜しみ？え、いいよ。出し惜しみ？気をつけてお帰りください。帰ります。また自爆で夜見えない、お仕事あと40秒、いえ1分切りました。帰り寝れるとね、でもなんかね眠くないんだよね、優秀なの、本当に優秀すぎる。たい焼き、たい焼き、それではじゃあそろそろ終わりかな、ありがとうございました。夜配信で、それでは眠気ない、ではありがとうございました。